ございました。この際小池百合子君から関連質疑の申し出があります。谷垣君の持ち時間の範囲内でこれを許します。小池百合子さん。小池さん。衆議院の小池百合子でございます。先ほどの谷垣総裁の質問に対してのご答弁に関して、さらに伺わせていただきたいと思います。一言で申し上げまして、冗談じゃないですよ。今もね、ここに滝大臣、松下大臣おられます。郵政選挙の時はどういう処分を受けたのか、一番よくご存じだかと。今回の処分って一体何なんですか。これほどのですね、反対議員を出して、そしてまた棄権者を出して、57人が反対、そして欠席合わせますと民主党議員の4分の1が造反をしたわけであります。この緩い処分は一体何なんですか。私たち三党合意というのは、好き好んで増税やりましょうと言ってるのではない。自民党もそう、公明党だってそうであります。将来の世代に付け回しをしない、これからの持続可能な社会をどうやって築いていくかということで、そのような大きな理念のもとで今回の三党合意に参加しているわけであります。しかるに先ほども総裁の方からもお話ございましたけれども、宮城の被災地にいらした際にですね、この議員は棄権をした議員が後ろでニコニコ笑っている、そして反対票を投じながらも離党はしていないという人につきましてはですね、これ反対、石山さんは反対、今もいるの、石山さん今もいるんですか。はい、被災地において私はこの消費税案に反対をしたということでですね、後援会からよくやったと言われている、そしていまだに党にいるというではありませんか。一体お宅の党ってどうなってんですか。この政党でですね、私は日本がこれほどガバナンスを日本国が失っているのは、民主党がガバナンスを失っているからだ、こう思わざるを得ないと思います。この反対、そして棄権をした人たちに対しての処分をきっちりしていただかなければ、三党合意に参加した我々の立場もないですよ。今党内にいる人たちでもですね、一筆取ったらどうですか。これからの三党合意に対しても、そしてまたこれからの党の規範に対してもちゃんと従うんだと言って一筆取る考えはないですか。野田内閣総理大臣。先ほど谷垣総裁と のやり取りでもお話をさせていただきましたけれども、我が党からですね、反対票が出た、あるいは棄権欠席者が出た、このことによって国民の皆様に大変ご迷惑かかったことを深くお詫び申し上げたいと思います。その上でまた、国会運営上にも支障をきたしたということも、これも野党の皆様にお詫びを申し上げなければいけないと思いますが、それを踏まえてですが、これはこの対応については、役員会で発議をし、常任幹事会で決定をし、それを踏まえて倫理委員会に諮問をする、これは党の手続きに沿って今対応をしている、そのプロセスの途中であるということでございます。処分の内容については、これはもう党として決めさせていただきたいというふうに思います。小池さん。あなたが命を懸けるっていうから、我々は三党合意に参加しているわけですよ。ここを明確にしていただけなければ、またいい加減な処分をしているということであるならば、それほどいい加減な法案だということなんでしょうか。お答えください。野田内閣総理大臣。法案はまさに社会保障の持続可能性、そして財政の持続可能性、そういうことを考えた中で極めて大事な法案だと思っていますし、その問題意識を共有をしているところから三党合意ができたというふうに思っています。でその間三党合意をしっかり守るべく、参議院の審議ではより一致結束して対応していきたいと考えております。小池さん。今は衆議院の採決のその後どうするのかということを伺っています。そして一筆取るのか取らないのか、取れないのか、そのことについて伺っておりますので、はっきりお答えください。野田内閣総理大臣。
あくまで党内のプロセス、今今日は臨時委員会をお諮りするところでございます。そういう対応でございますので、ぜひご理解いただきたいと思います。小池さん、今のね、党内でとおっしゃっておられますけれどもね、今度の法律に命をかけて成立したいというから、我が党も公明党も党内の議論一生懸命集約して、そしてこの取りまとめをしてきたわけですね。ところがですね、何日でしたかね、法案が衆議院で可決した26日の記者会見でですね、谷垣総裁、我が党の谷垣総裁、造反者への厳しい処分が参議院での協力の前提としているということについて、その考えについて問われた。そうすると何と答えたか。政党自治に関わる問題だ、他党から言われる筋合いはないと反論されたそうですけれども、事実でしょうか。野沢内閣総理大臣。対応が遅れたことによって国会運営に支障をきたした、国会日程に影響を及ぼしたということは、これはお詫びしなければいけません。ただ処分の内容についてはこれまでの前例であるとか、さまざまな総合的な判断で内容を決めるということについては、これはご理解をいただきたいというふうに思います。小池さん。いや、ご理解できません。まずですね、党内さえまとめきれないものをですね、普通人間はですね、人に物事を頼むときにはまず身内を固めた上でそれでお願いをするんです。ところが身内がまとめきれない中で、そして他にですねお願いをして、お願いされた方だってそれは厳しい。例えばですね、被災地のからの議員だって厳しいんですよ。被災地の方々からの心情を考えると、それはですね、今回の増税というこの法案に対して一票投じることにもうどれほど苦しい思いをしたでしょうか。しかし今後の日本のためにと思うからこそ、それこそが国会議員の使命だと思うからこそ一票を投じたわけであります。しかるにですね、しかるに民主党は人に物を頼んでおきながら、身内でそれほどの造反者を出しながらケロッとしている、他党から言われる筋合いはない、三党合意というものはそんなに軽いんでしょうか。もう一度お答えください。そしてもう一つ、一筆取るべきだ、取るか取らないか、ここをお答えください。野田内閣総理大臣。まずケロッとしていません。大変重く受け止めています。政権与党として、討議、熟議を尽くして議論をした中で、残念ながらご理解を得ることができなくてこういう結果になったことについては、大変民主党代表として責任を重く受け止めておりますので、決してこれはケロッとしている話ではございません。でその上で一筆云々という話がございましたが、これは党の対応の仕方でございますので、お任せをいただきたいというふうに思います。小池さん。それはですね、三党合意に関わる問題になっているわけであります。それほど命を懸けるというのならば、身内から一筆を取るという、そのような姿勢があるべきではないですか。一筆を取るという答えがいただけない限りは、私はこれ以上質問を続けることはできません。野田内閣総理大臣。高等官の信頼を確保しなければいけないことは、これは重々承知していますし、ご意見は重く受け止めなければなりません。したがって党の規律を回復し、そして体制を立て直しをさせていただきまして、参議院においては政権与党として一致結束して頑張れるように全力を尽くさせていただきたいと思います。その対応のあり方についてはお任せいただきたいと思います。小池さん。もうそれでは一筆取れないという理由は何でしょうか。総理、その党内にそういう規則があるのかどうかも含めてご説明申し上げて。野田内閣総理大臣。党内のプロセスにおいて、役員会で発議をし、そして常任幹事会で決定をし、臨時委員会にお諮りをするという、そのプロセスの中で今まで決めてきたことがございます。でその中で例えば処分にあたってその後どうするかどうかについて一筆書くとか書かないとかということは今まで前例もありませんし、またそういう規約もございません。したがってそのやり方はお任せを置いていきたいということを申し上げているのであります。小池さん。
任せられないから言っているんです。信じられないから言ってるんです。心から心からお願いをしておきながらこれだけの反対者を出した、いやむしろ反対者を処分するためにはいいチャンスだぐらいのことだったのかもしれません。どうでしょうか。本音をお答えいただきたい。野沢内閣総理大臣。ちょっと今の意味分かりません。反対者を処分するのいいチャンスというのは どういうことでしょうか。こういう形で残念ながら時間をかけて議論を尽くしました。残念ながらそれでまとまって行動できなかったことを強く反省をしているというのが率直な気持ちでございます。小池さん。これは3党のですね、審議に基づいた形でこれから参議院での審議を進めていかなければこれは成立いたしません。まずその部分が欠けた上で、欠如した上でですね、これをそのまま進めるということは私は無理だとこのように思います。で、一筆が取れないというのであるならばどのような形でですね担保していくんですか。それだけ聞かせてください。野田内閣総理大臣。引き続きみんなが一致結束できるようにあらゆる努力をさせていただきたいというふうに思います。小池さん。それに対してですね、我々そのような言葉をずっと繰り返しておられるから、だから三党合意に我々も命を懸けるとおっしゃったから我々は参加をしているわけであります。合意が結びばれたわけであります。しかしながらこの低たらくですよ、どうやって信頼せよと言うんですか。ちゃんと姿勢で示してください。言葉だけではダメです。野沢内閣総理大臣。参議院審議に通じましてみんなが結束して対応できるように全力を尽くさせていただきたいと思います。小池さん。いや今参議院での審議に入る前の話をしているわけで、このままスーッと入れるかどうかは分かりませんよ。まず代表であるあなた自身が命を懸けるというのであるならば、まず党内をきちっと処分を明確にした上ででなければ我々も審議に応じられない、このことをお伝えしておきたいと思います。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。質疑を続行いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。小池百合子さん。小池さん。午前に引き続きまして、社会保障税の一体改革法案について伺わせていただきます。特に57人の反対者が出、そして棄権を合わせますと所属議員の4分の1が造反をしたという政府与党でございますが、この件について今後三党合意を進めるそのうちの一角でございます自由民主党といたしまして、例えば処分の仕方のあまりの緩さ、そしてこれから本当にこの法案をですね、命を懸けてとずっと言ってこられたわけでございますが、そのことをですね、合意内容を変えずそのまま進めていくのかどうなのか、これらについて一つ一つ伺わせていただきたいと思います。まずですね、先ほどからお話しさせていただきましたように午前中にも指摘をいたしましたが、例えばこの消費税の増税、これは単に増税が目的ではなく、三党合意にございます、基本的な考えの中にあるように、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って負担の増大を抑制しつつ持続可能な制度を実現するというこの点で我が党は将来の世代にツケを残さない、そして目の前のことだけでのみならず将来に向かってこの国が一体持続可能なためにどうあるべきなのかということで、ここは野党の与党と野党の壁を越えてですね一致し、そして賛同しているわけでございます。人に物を頼むときというのはまず身内を固めてから、そしてそれじゃダメだからだけでは足りないからお願いをするというのはこれが道理であると私は思いますが、しかしながらこの採決への流れもそもそもどっちが野党でどっちが与党かわからない、
採決を避けたい、遅らせるような、そんな場面もあったではありませんか。私どもはその与党である民主党の代表である総理があれだけ心から心から心からと3度繰り返しておられるにもかかわらず、これだけの、反対者が出てきたと、造反者が出てきたこと、これをですね、このままではこれからの参議院における審議をするにあたってですね、党対党の審議が気づけない、もしくは毀損をされているということであり、だからこそこの明確な処分をすべきではないか。具体的にはですね、処分者に対してですね、今回その処分をする、また党内に残っている人々に対してですね、一筆書かせることぐらいをしたらどうだろうかということを求めたわけであります。もう一度お答えいただきたい。野田内閣総理大臣。今回のですね、6月26日の採決に際して、いわゆる造反をされた議員についての対応については、役員会で発議をし、上官で決定をし、今、倫理委員会にお諮りをしているところでございます。党のルールに従って対応させていただきたいと思いますので、一筆書くとか書かないかっていう、そういうルールはございませんので、党のルールにのっとって、対応させていただきたいと思います。ただし、参議院において、より一致結束して採決まできちっと対応するために、高等官のやっぱり信頼が必要だと思います。で、そのためにもですね、今週の木曜日に両院議員総会を開きます。そして金曜日には、これ、地方組織もまとめて一致結束した対応が必要でございますので、全国幹事長会議を開きます。そうした、より結束に向けた合意形成に向けて、最大限の努力をさせていただきたいというふうに思います。小池さん。しかしね、そこを信じろと言われてもなかなか厳しいんですね。すでにこの状況になっているわけであります。そして今日午前中に倫理委員会を開きになって、処分不服の5人を聴取されたと、これはですね、両院議員総会を開いていない、手続きが民主的ではない、党内の意思決定が無効だから処分も無効だと、小沢グループ離党の責任は執行部にあると、このような意見まで出ているわけでございます。その人たちに対してですね、軽い処分、これではですね、今後重要な、この国の将来にとって重要な社会保障と税の一体改革を進めていく仲間である自民党とすればですね、信頼できない、このことを言っているわけでありまして、ここを明確にですね、どのようにして担保されるのか、そのことについて明確にお答えください。野田内閣総理大臣。一定の処分を課す際には、これまでもそうなんですけれども、その当事者の弁明の機会を作るということがあります。そういうルールに基づいて、それぞれご意見を主張されたと思います。それを踏まえて、倫理委員会での一定のご判断があると思いますけれども、その決断を私は待ちたいというふうに思いますし、そういう手続きの問題等も含めてのご意見があるようですので、なおのこと、風通しを良くするために、両院総会等を開きながら、そうしたご意見にもしっかりと対応していきたいというふうに考えております。静かに。小池さん。いや、緩いんですよ。で、その点がいくつもそういう例があるからこそ信頼ができないというふうに申し上げている。細野大臣、先日消費税、増税法案の衆院採決に反対して除名処分を受けた、もしくは受ける、鈴木議員のですね、パーティーにご出席をされたと聞いております。で、現職閣僚が与党を除名される議員の会合に出席するというのは、我々自民党では多分決死の覚悟で行くということか、自らも離党を覚悟するとか、それなりのというか、重い気持ち、重い決断をしていくものなんですね。それを多分お友達なのでありましょうが、軽く言っておられるんですね。これについて何も考えなかったんですか。私はむしろ閣僚の一人であるこの細野大臣のですね、この行動に対して総理から代表から一言注意すべきだと思いますが、細野大臣いかがですか。細野環境大臣。
鈴木勝正議員とはですね、私長年一緒にいろんなことをやってきた仲間でございますので、パーティーを企画をされた3ヶ月ほど前に出席をというそういう話がございました。でその時は、こういうことになるということは想像していなかったわけでありますけれども、結局は、こういう形になりましたので、そのことについては、私としては大変残念だという思いを持っております。しかしその一方で、これからですね、国会でさまざまな、我々も政策をですね、進めていく必要があります。そうしたことを考えたときにですね、党は分かれたといっても、これまでさまざまなですね、政策についても、議論を積み重ねてきた仲間でもありますので、そういった意味でぜひご協力いただきたいという思いも含めて行ってまいりました。小池さん。いや、これはですね、やはり政府の閣僚としての自覚、そして与党の一員としての自覚に欠落していると、この部分が欠けていると言わざるを得ません。三党合意の重みを十分に理解しているのならば、この問題で処分を受ける、もしくは受けた人に対してですね、応援に行くというような閣僚がいる政府に対して、共にですね、三党合意、政府及びこの三党における合意をですね、これからも、これまでやってきたような形ではなかなかできませんよ。総理、いかがですか。野田内閣総理大臣。三党合意、大変重い合意だったと思いますし、それを遵守しながら、参議院の審議、そして採決に向けて全力を挙げていきたいというふうに思います。相当前から決まっていて、個人的な、いわゆる議員としての活動でありましたという説明でありますけれども、今後は国民の皆様に誤解を与えないように、十分留意していかなければいけないと考えております。小池さん。今申し上げたようにですね、私やはり閣僚としての自覚であるとか、政府を預かっている与党であると、政府と共に進んでいく与党であるということの自覚がそもそも欠落しているのではないかということを申し上げている。そして我が党とすれば、三党合意の一角を担っているものとして、そのうちの一つ重要な民主党との審議の問題をずっと先ほどから私は申し上げているわけでございます。これまでルールがないと、一筆書かせることなど、ルールがないとおっしゃってますけれども、あなた代表なんですから、そしてこれだけ大きな、さらには自ら命をかけると言ってるわけですから、ルールがなければ作ればいいじゃないですか。明確な姿勢を示さないと、命をかける、その言葉で終わってしまいます。いかがですか。野田内閣総理大臣。ルールに基づいて対応するというのは基本だと思います。新たな時代を迎えて、新たに急にルールを作って適用するというやり方は、私は不自然だと思います。こういうことを踏まえて、今後ルール作りについての議論はあると思いますけれども、現ルールに基づいた厳正な対応をしていきたいと思います。それは三党合意まで、合意までにすべきだと、三党合意というか、参議院の審議までにすべきだと思います。さもなければスムーズなこれからの進展は望めない、このように思います。いかがですか。野田内閣総理大臣。もうすでに党として常任幹事会の決闘を経て、いわゆる処分案についてはもうご提示をし、今倫理委員会で諮問をしているということでございますので、それを踏まえた対応していきたいと思います。野田さん、小池さん。代表なんですから、それこそじゃあ倫理会審査会の方々に心からお願いすればいいじゃないですか。新しいルールを作らなければ、この重要な私が命を懸けている法案が厳しいんだということをお願いすればいいではありませんか。あなた代表でしょ。野田内閣総理大臣。倫理委員会に今ルール変えろという話じゃなくて、そのやり方というのは常任幹事会等でどういう形で規約を含めて、あるいはこういう事態が起こったときにどういうルールを作るかという議論をすることでございます。倫理委員会とご相談する話ではございませんが、今ご指摘を踏まえて、何よりも参議院において三党合意を踏まえて法案を採決に向けて全員が一致して対応するように、さっき申し上げたようにですね、両院議員総会であるとか全国幹事長会議等々の議論を経ながら、しっかりと結束を図っていきたいというふうに思います。小池さん。これはね、このままスムーズに参議院で審議に入るための環境は整っていると私は到底思いません。そしてそのことを整えるのは、
代表であり、党の代表であり、そして一国の総理である野田総理だと私は思います。そこをですね、きっちりとこれから分かるようなその対応をしていかなければ、これからの流れというのは私は極めて難しいものがあるということを明確にここで改めて申し上げておきたいと思います。さて、社会保障のと税の一体改革ということで、これまで、ここでこの場でも議論が進んでおりますが、私は保障セキュリティということはですね、重要なもう一つのセキュリティがある。それは社会保障ソーシャルセキュリティと同時にですね、ナショナルセキュリティです。安全保障でございます。私は野田政権もそして民主党においても、この安全保障の部分がですね、大いに欠落をしている。今回民間大臣として森元防衛大臣がお入りになったのは、ある意味ではその証左ではないかと思っているわけでございます。そこでいくつか具体的な例として伺わせていただきたいと思いますが、まあ、その前に社会保障と税の一体改革の時にもずっと将来の世代にツケを残さないということは、まあ、キーワードのようにして使われてきてました。一方で、では安全保障はどうでしょうか。将来の世代にこの素晴らしい日本を残すことこそが、私は安全保障を大切にする、もしくは優先をするぐらいの気持ちでやらなければならない。それが政治の大きな責任であると、このように思っております。順序、これをですね、バランスよくというか、むしろ私は安全保障を優先すべき状態を、残念ながらこの民主党の政権交代によって、そのような状態をですね、起こしてしまったと言わざるを得ないと思っています。具体的な質問でございますが、尖閣諸島の購入問題が非常に話題となっております。領土等のですね、主権を守るのは、これは当然の私どもの責務であり、何よりも政府の責任でございます。報道によりますと、東京都が現在の所有者から購入後に、国、政府が日本の領土である尖閣諸島を買い取るという申し出をされたということでありますけれども、いつ誰に申し出をされたのか、その点、事実確認をしたいと思います。総理、お答えください。藤村内閣官房長官。総理です。事実関係ということでちょっと申し上げます。まず、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上にも何の疑いもありません。現に我が国はこれを有効に支配していると。したがって尖閣諸島をめぐる解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないと考えています。で、政府としましては、尖閣諸島に関する我が国の一貫した立場に基づいて、従来から尖閣諸島付近海域において厳正かつ適切な警備を実施しており、引き続き万全の体制で警備に当たってまいります。今、東京都のご質問がございました。東京都の公認に関する計画の具体的内容等の今把握に努めるとともに、尖閣諸島の平安かつ安定的な維持管理を継続するとの観点から、今さまざまなレベルで、接触をして、これは総合的に検討していくということでございまして、今東京都と国とのやり取り、これ、まあ、今まさに進行中でございますので、このやり取りの中身、細々とは、申し上げませんが、そういう調整はしているということでございます。小池さん。まあ、中身のない官僚答弁というのの典型だったと思います。さまざまとかいろいろとか総合的とか散りばめられて、中身全くございませんでした。石原知事の方に尖閣諸島を買い上げるという、政府が購入をするということを伝えたのは、地権者と会った地権者にその旨を伝えてからなんですか。その事実確認だけ、時系列として。藤村官房長官。まず、事実関係は、今さまざまにやり取りをしているということでございまして、政府が、尖閣諸島うんぬんということを決定したわけではなく、地権者ともそういうお話、さまざまにやり取りをしているということは事実でございます。小池さん。まあ、さまざまなご答弁をいただいているわけですが、
石原都知事によるとですね、地権者側は国への売却に難色を示していると、このように語っておられます。で、また都知事の方もですね、都による購入の方針は変えるつもりはないと明言をしておられますが、この春にですね、石原都知事と、野田総理お会いになったと。で、また、石原都知事によると、その時に国が買ったらどうかねと水を積極的な対応ではなかったということを石原都知事は述べておられるんですが、いかがですか。これは総理。野田内閣総理大臣。春に石原知事とお会いした際の主なお話は、この尖閣の問題ではない別の問題についての意見交換でございました。で、その際の帰り際のあたりに尖閣に少し触れられた部分がありましたが、突っ込んだ議論をしているわけではございません。小池さん。ただ都知事の方からそういうことは実際に言葉としてあったんでしょうか。野田内閣総理大臣。都が購入した後に国が所有したらどうかという、そういう、従来からお話をされているご意見は非歴をされたと記憶をしています。小池さん。その際のこと、返答ということについては都知事は明確に積極的な対応ということはなかったと認識をしておられるのだと思うんですね。しかしながらですね、これ実際にさまざまな呼びかけといいましょうか、地権者であるとか総合的に進めておられるという官房長官のご答弁でありましたけれども、しかしここへ来まして、報道でもですね、随分取り上げられて政府の方針ということで、東京都から国が尖閣諸島を買い上げるという、その申し出があったという話が報道をされているわけでございます。私はこの地権者もですね、随分これまでいろいろとの長い歴史の中でですね、父祖から受け継いできたその土地をどのようにしていくのか、今後この日本の当然のことながら領土をどうやって守っていくべきなのか考えられてのことだと思います。そして石原都知事は急にこのことを思いついて発議されているのではなく、都が買うっていう話をね、しかしこの件についてはある種ライフワークとして尖閣の問題に取り組んでこられたわけでありまして、ここへ来てですね、都が購入したらじゃあ次は国に譲ってちょうだいねと、買いますからねというのはあまりにもですね軽いと言わざるを得ないと思います。さらにはその順番を間違えていると思います。政府がですね、そのような形で所有するというのは一つ考え方としてありますし、私どももですね、無人諸島の国有化ということについてはすでに法案として出しているところでございます。しかし順番が違います。そして都知事の方がですね、黙って見ていろということを言っているのはその通りだと思います。だって都と政府がここでやり取りをしているのは誰が喜ぶんですか。結果として私はむしろ望んでおられる穏やかで、そして何ておっしゃったでしょうかね、平穏なで安定的ということをおっしゃってるけれども、この政府がですよ、今の官邸のどなたかがですね、こういう形で動いておるというのは結局全然穏やかな状況にならなくて、そしてむしろ中国や台湾などを非常にこの別の動きになってきているわけですね。さてそういう中でですね、このですから、石原都知事の側から言わせるとですね、急にトンブが出てきて油毛をさらわれるようなものだ、さらに秋にもこの問題をという話っていうのは非常に政治的なものということであります。9月までにということを言っておられるんでしょうか。それから鳩とか詐欺とかいろんな鳥の名前がこれで出てきましたけれど、ここへ来て今度はトンビというのは私はよろしくないんじゃないかと思うわけでございます。この問題について地権者がですね、そもそも国には売却をしない、難色を示していないと、難色を示しているということでありますけれども、そのことについてどう思われますでしょうか。藤村内閣官房長官。
まずさっきから申しましているように地権者、それから4月には石原知事が発表されましたので、東京都とさまざまに情報交換やら、話をしていることは事実でありますが、それはそれぞれに関係者がいるわけで、その中身について報道がいかにされようが、我々としてはその中身について今進行中でございますので、お話しすることはできません。小池さん。さっぱり意味わからないんですけれどもね、私は一言で言えば、この地権者の方はですね、ずっと個人で所有していようと思ってた。しかしながらいろんな状況があるのでありましょう。そこで、長い友人である、そして信頼のできる石原さんにということになったんだろうと思います。ある意味で民主党政府を信用できないから譲るという気に なってないんじゃないでしょうか。私はもうこの一点に尽きるというふうに思います。民主党政権、民主党政府に譲り渡したならば、結局その後どうなるか不安だからと、それこそ国を売るとなどという言葉がありますけど、文字通りそうなってしまうのではないか。そのことを正規させたのは、尖閣における漁船のですね、漁船の衝突事案の民主党政権のですね、対応ぶりの劣悪さから来ているものだと思いますよ。私は先ほども申し上げましたように、都と政府の間でなんかいがみ合うような、取り合うような事態は避けた方がいいと思います。そもそもこれは領土問題でさえないんです。それをですね、わざわざこのようなグレードまでに上げてしまうということが、私は稚拙だというふうに申し上げてきているわけでございます。この問題について、先日もですね、尖閣諸島の方にですね、上陸、泳いで上陸をという人もおられました。今後、それでは仮に政府が今も賃貸をしているわけでありますけれども、購入したとき、もしくは東京都に売却がされた後もですね、そして今日現在今もでありますけれども、上陸許可についてはどのように考えているんですか、官房長官。藤村官房長官。国の機関を除いて上陸等を認めないという魚釣島等の所有者のこれは意向であります。それから今、仮にということでありますが、東京都が尖閣諸島への上陸をこれ報道では要望しているというふうに伝えられています。今後それは具体的な話があれば、その時点で上陸の必要性や所有者の意向、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持管理のためという政府の賃借の目的等を、これは総合的に勘案して内閣においてその対応を判断することになります。小池さん。ここは上陸許可を出すべきですね。そういう環境を整えるのが私は国の仕事であって、まずは東京都の石原都知事の動きをしっかりとウォッチしていくということであります。そしてまたこの東京都もですね、13億ですか、お金が寄付が集まってきたと、匿名のお金いっぱいあるんですね。もし東京都が買わないなどという、その前の手前の話かもしれませんけれど、これお金返せないんですよ、誰かわからないから。ですからとにかく今石原都知事が着々と進めておられるのを、政府がむしろ静かにバックアップしていくということが、むしろ重要な地域のですね、安定、それにですね、資するものだと思っております。だから静かに見ているということで、総理どうお考えになりますか。野田内閣総理大臣。先ほどの官房長官の答弁にありましたとおり、あくまでですね、尖閣諸島を平穏かつ安定的に維持管理するにはどうしたらいいかという観点の中で、今さまざまなレベルでさまざまな接触をしているということで、何か大騒ぎをするような話をしていこうということではありません。そういうことはぜひご理解をいただきたいというふうに思います。小池さん。北方領土騒がしいですね、極めて騒がしい。これはですね、3日の日にメドベージェフ首相2度目の国後訪問強行しました。その際、ユジノサハリンスクから飛び立ったそのメドベージェフ首相のですね、航空機に空軍の戦闘機が護衛していたというように報じられておりますけれども、この事実を確認させていただきます。防衛大臣お願いします。
防衛大臣森本聡君。メドベージェフ首相が国後島を訪問したときに空軍機が護衛してきたということについて報道があったことについては承知しております。従来から我が国はロシアの航空機の動向について注意深く警戒監視をやってきましたが、最近ロシアが我が国近海の近接飛行あるいはいろいろな種類の訓練を行っているということについても承知しております。この活動が活発化しているという傾向も見られます。一方我が国は今申し上げたように従来から自衛隊による警戒監視情報収集に努めておりますけれども、この細部については我が国の自衛隊の運用並びに我が国の情報収集能力分析能力にかかる問題でございますので、その細部を申し上げることは控えさせていただきたいとより存じます。小池さん。同じようにですね、今もお話ありましたけれども、非常に近接する地域でのロシアの活動が活発であるということでございます。報道によりますと、爆撃機4機、これは空対艦ミサイルを搭載して日本領空に接近をしている、これは私は威嚇飛行であるとこう言わざるを得ないと思います。そしてこれによってですね、千歳基地からの F-15 がスクランブルで対応しているということでございますし、ロシアの海軍がミサイル駆逐艦など26隻の艦隊がですね、オホーツク近海で大規模な軍事演習ということも計画があるとこのように思っております。私は尖閣もそうでありますけれども、竹島はもちろんのことでございます。今日韓国ソウルにおきまして日本大使館に、トラックが突っ込むというような事件もあったとこのように聞いております。そしてまたこの北方領土でございますけれども、とても賑やかであります。私はこのような賑やかさをこれまで見たことがございません。相手が脇が甘いもしくは緩いとなったときには、むしろ野望を持つ人であれ国であれチャンスだと思いますよ。チャンスだと思いますよ。私は民主党政権になってこの安全保障問題、ここがいつも後回しになる、もしくは米韓とであるということがですね、このような事態を招いてしまったのではないか。私は森本大臣が今回防衛大臣を引き受けになったのはですね、このような状況ではダメだと、自分で何ができることがあるだろうかということでお引き受けになったのではないだろうか、このように思うわけであります。ご答弁いただいた方がいいかしら。森本防衛大臣。大臣になりましてちょうど1ヶ月が過ぎまして、自衛隊の隊務を統括すると重い任務を、持っておりますけれども、率直なところ、自分がこの1ヶ月を過ごしてみて、その仕事の多くはこの立法府での、仕事、行政府の一員としての仕事、各国との関わり方および地方自治体とのいろいろなお話し合いや陳情あるいは訪問等、ほとんどが政治の問題でございました。その意味で政治家の方々が持っておられる日々のご苦労というのを身にしみて感じた1ヶ月でございます。小池さん。なんかただね、民間人であることのプラス面はですね、選挙運動をしなくていいということですよ。地元に帰らなくていいということですよ。そして本当にある意味で痛みが今あったとしても我が国が必要だと思うようなことをズバッとおっしゃることですよ。私はむしろその森本大臣を政府が
そして閣僚の一人一人が支えることをしなければですね、民間として来てもらって意味がなくなる、むしろ気の毒な状況になるということを一言申し上げておきたいと思います。ロシアに関連してもう一つ伺います。前原政調会長、最近北方対策担当大臣ということもございましたでしょう。私も一度安保県の会議で、モスクワでご一緒いたしました。非常にエネルギーにも関心が深く、ロシアのガスプロムとパイプラインを敷設するということで、やり取りをされておられたとこのように聞いております。結論から申し上げますと、これはガスプロム側、相手のガスプロム側からですね、経済的にも技術的にも合理的ではないということで、この計画で終わってしまったというのが現状でございますが、この動きについてですね、外務大臣、どこまで外務省は関与しておられるんでしょうか。便宜供与以外のところで、すでにお知らせをしているところであります。便宜供与以外のところ。現場外務大臣。はい、便宜供与以外ということでございまして、便宜供与のところは他の国会議員と同様の便宜供与ということでございまして、エネルギーのことはですね、おそらく経産大臣と お話をして訪露をしたのではないかというふうに思います。経産、この問題はですね、これはエネルギーに関わるんですが、答弁長いから結構です。はい。私は日本の立場を見ますとね、戦略的にですね、日本はいい顧客なんですね。ましてや原発事故の後でございますから、世界中からかき集めると、先ほどのシェールガスの話もそうでございます。カタール、インドネシア、これはもうエネルギーをですね、必死にかき集める、その努力をするのは時の政府として当たり前だとは思います。しかしながらこのガスプロムがですね、技術的合理性がないという、そして、経済的に合理性がないというのは、船で運べばいいじゃないかと、パイプラインである必然性がないということから来ているもので、これはエネルギーの安全保障という観点とはまたちょっと別の話になってしまう。私はそうやって、このガスプロムというのは、前のメドベージェフ、今も社長、副社長がメドベージェフですか、ミレルが社長、副社長で、いずれにしてもですね、これはもうプーチン直結なわけですよ。そうするとですね、日本がこうやって本来は顧客であるべきなのにですね、パイプライン引きましょう引きましょうと言ってお願いをするような立場になってしまいますとですね、これはむしろ弱い日本は、パイプラインを引きたがっているんだということでですね、北方領土の交渉についてもですね、むしろ私はやりにくくなるんじゃないだろうか。この二重外交について外務大臣どう思われますか。現場外務大臣。小池先生がおっしゃるように、いわゆる交渉、これはやはり政府に一元化されるべきだというふうに思います。ただおそらく前原政調会長が行ったのは交渉という意気ではないというふうに承知をしています。小池さん、交渉せずしてどうしてノーの返事が出てくるんでしょうか。交渉するからその結論が出てくるわけですよね。私はいずれにしましても、このガスプロムとのこのパイプラインの問題っていうのは、非常に北方領土交渉に対してですね、影を落としたと言わざるを得ないと思っております。もう一つ別の影がございます。それはですね、先ほどの先日の、G20 の場で日露首脳会談が開かれ、領土問題に関する発言で、静かな環境の中で実質的な議論を進めていくよう、それぞれの外交当局に指示することとしたと、このように聞いているわけでございます。ロシア側はこれに、この外交当局に指示をするという、そのいった段階でですね、大統領と日本国の総理というこのレベルから一段わざわざ下げるような、そういう受け取り方をされたのではないか、間違った解釈をされるようなことを言ったのではないかと、私はこのように分析をするわけでございますが、そんなつもりもなく多分おっしゃったんだろうと思います。私はロシア側は別の解釈していると思うんですが、いかがでしょうか。総理、内閣総理大臣。北方領土の問題について、議論をしようということについての合意を出しました。
でその時にまずいわゆる外交当局それから外務大臣レベル、まあ、そういうものを経ながらやっていこうということでありまして、今後首脳会談等もありますので、その辺の地ならしを踏まえて最終的には私とプーチンで議論をするということで意見交換ができたと私は思っております。小池さん、あまりご自覚がないようでございますけれども、やはり交渉ごと、特にロシアのようなですね、国との交渉というのは一言一言注意しなければ別の解釈されて、それを理由に、それを盾にされてしまう。今森総理も本来ならばロシアの方に訪問をするという特使としてということもありますけれども、これどうなったんですかね。じゃあ外務大臣。現場幸一郎外務大臣。私は従来からですね、外交は交渉はですね政府が行うものでありますけれども、外交全般について申し上げれば党派を超えて行うものであるというふうに思ってまして、そういう意味で森元総理にもですね、この対ロ外交等についていろいろとご指導いただいたり、あるいはフォローしていただくことも含めて考えております。会計団、いや G20 の前にというふうに言われていたのがですね、これ遅れてるわけですよ。それはですね、何らかの理由があるからだということでありまして、そういう一つ一つのことを読み取らないといけないというふうに思います。その部分が非常に私は心もたないというか、いろんなメッセージがあるのにそれをきちんと受け止めていない、もしくは不用意な言葉を使うことによってですね、関係がおかしくなる、まあ、国外県外というのは国内で言ったとしてもですね、これがどのような影響を及ぼすか、今そのためのいろんなツケを払わされてるんじゃないでしょうか。外交面でアフガニスタン の支援だってある意味でアメリカを間接的な支援として要求されたんじゃないですか。オスプレイのことだってそうですよ。もっと明確に言わなければならないところをですね、この間特に政権交代後のですね混乱、これに対して強く言えないということになってるんじゃないですか。そんなことは感じませんか。野田総理。野田総理、ここは一郎、まずアフガンの問題と具体論を答弁させます。これアフガンはですね、もう2002年からですね、日本は主要なプレイヤーでありますので、そういう意味ではですね、日本としてやはり国際社会の最重要課題でありますから、今回はホスト国としてですね、まさに主導的な役割を果たしたというふうに考えております。その上で物が言えないのではないか、そんなことは全くございません。例えば日米関係におきましても、今回の動的防衛力、動的防衛協力という新しい概念を作り出しているわけでありますけれども、あれも日本側の、まあ、いわば提案でもございます。地位協定の運用の見直しも含めて、我々は同盟関係の信頼の下でですね、言うべきことは言って、お互いにさらにその信頼というものを増していくようにですね、努力をしております。言うべきことが言えないのではないか、このことは当たっていないというふうに思っています。小池さん、総理いきますか。じゃあもう時間がないからです。はい、ですね、今いろいろおっしゃいましたけれども、しかしながらね、あまりにもこの民主党政権下におけるですね、外交というとそこはまあ各国笑ってますね。残念ながらね、外務大臣に笑ってはいませんよ。しかしながら本音はむしろ我々が聞いているんです。我々が聞いているのであります。本当にこれでこの政府にですね、党のガバナンスも効かないような政党にですね、この国がガバンできるはずがないんですよ。北方領土の件につきましては、我が党のですね、後ろからあと20分と教えていただきました。少々お静かに願いたいと存じます。メドベージェフロシア連邦首相の国後島訪問に対する決議ということで、我が党の外交部会、領土に関する特命委員会の方で決議文を出しておりますので、お手元にお配りをいたしました。ご覧いただければと思います。
これは外務次官、駐日ロシア大使に遺憾の意を示しただけだけれども、外務大臣による抗議声明を出せ、国家としての意思を明確に示せ、外務大臣のロシア訪問、総理の APEC 参加、状況を踏まえて再検討せよというふうに書いて、ございます。石破議員などが中心となってまとめたものでございますけれども、いかがでしょうか、このAPEC が近々開かれますけれども、このロシアの問題に関しまして、状況を踏まえて再検討と、立ち止まっております、三党合意のうちの一つが言っておりますけれども、野田総理、いかがでしょうか。野田内閣総理大臣。APEC、今回9月に裏上で開かれますけれども、ロシアで開かれるから、今回のメドベージェフの首相の行動があったから、それは一つの考え方だと思いますが、ただ APEC 自体、アジア太平洋地域のさまざまな課題について、それぞれの国のリーダー、エコノミーのリーダーが議論をする場であります。そういう問題も含めて総合的に検討しなければいけないと考えております。小池さん。領土問題については明確な意思をですね、表明するということを常にやっておかなければいけないということでございます。私どもの決議のしっかりと検討して、そして取り入れていただきたく存じます。それからもう一つ申し上げますと、オーストリアのですね、教科書地図にですね、日本海の表記が、東海地方の東海と両論併記になっていると。これは韓国政府が非常に活発にこのロビー活動をした結果とも言われているわけでございますが、これはですね、まだまだ我が国としてですね、オーストリアの国、そしてまたそれに近いようなことを考えている、もしくは今ロビー活動している先方の国々に対してですね、やっぱり我が国の立ち位置と申しましょうか、我が国が当然のことながらこれは日本海であるということをですね、活動しなければならないと思いますが、これは外務大臣いきますか。現場外務大臣。確かに韓国のロビー活動というのがあちこちで激しくなっているのは事実でございます。当然それに対して対抗していかなければならないわけでありますけれども、一番良い方法でですね、働きかけをしていく、今回のオーストリアの話もすでに申し入れを行っております。ただ先ほどですね、小池先生笑ってる、あれはちょっと言い過ぎではないかと思います。そんなことでは全くございません。私自身が経験をしていて、そういうことは全くございませんので、やはり日本は主要国として、確固たる外交方針の下で、責任を果たしていく、そして日本国民の安全を守り国益を最大化をしていく、そのために全力を尽くしております。小池さん。それはね、日本国の外務大臣にね、笑っているますよなどということを言うと、それだけでその二国間の大きな問題になるから、やるはずがないですよ。むしろ私どもは本音として聞いている、もしくは呆れているという言葉を使ってもいいかと思います。外交の問題含めて続けます。大使でありますが、前回の予算委員会でしたか、総理がですね、中国大使のことを非常にかばわれたと思うんです。確かその利益のためにやってんじゃないかということをどこかの党の方がおっしゃって、それに対して反論をなさった、かばわれたということを記憶をいたしております。まあ、民間大使のあり方という点でございます。むしろいい例があります。それはギリシャの大使、野村証券のご出身ということで、もう金融危機の中にギリシャ大使という意味ではですね、まあある意味、ドンズバリと言った方がいいのかもしれません。民間大使 を否定するというものでは私はございませんけれども、それこそ適材適所というなら、その適所の部分をよく考えなければならないのではないか。
ギリシャと我が国が安全保障上の問題が生じるとは私は思いません。しかしながら隣国中国との間にはですね、安全保障上のさまざまな課題、それこそさまざまな課題があるわけでございまして、ここにですね、商社ご出身の方を持っていくというのは、その商社そのものもそうだし、他の商社もそうだし、非常に実はやりにくいんじゃないかとこのように思う。何よりもこの国会の場で利益のためにやってんじゃないかなどという質問が出ることがその一つの証明だと思います。ですからそもそも経済的な交流も高い一方で安全保障上の問題は数々ある、そういった地域にですね、政治主導という名のもとでですね、民間の方を大使に送ったということは、私はこれはですね、あまりにも外交的によろしくないと思っているんです。変える必要があるんじゃないですか。まず、総理から。野田内閣総理大臣。丹羽大使 の発言についてはですね、これについては、政府から厳重に注意をし、ご本人も深く反省をされているということでございました。でそのことをもって緊張感を持ってこれから、職責を果たしていただきたいと思っていますが、私がその丹羽大使をかばったというお話ではなくて、何か民間の利益のために動いているというご指摘がこの予算委員会の場でありましたので、じゃあ根拠を挙げてくださいとお話をしただけでございます。はい、さん。でもね、そのようなその質問が出ることが、だからその一つ一つの話ではなくって、その発言ではなくって、民間のかつそういうそのような利益追求が基本である商社のトップの方、私も個人的に大変尊敬を申し上げてますけれども、安全保障上のさまざまな問題を担わせるのは無理があると、そしてまた経済を人質に取られていると思われても仕方がないということを申し上げているのであります。これは再考すべきだということを強く申し上げておきたい。ですからこれある意味で、この民主党のですね、外交政策そのもの、もしくは外交への考え方をこう凝縮しているのではないだろうかと。民間大使を出した方が政治主導が明確になるとかですね、そのような形でですね、進めているとすれば、それは私はむしろ害あって、一理なしということを申し上げたいと思います。ただ一点、最近の野田総理の取り組みといいましょうか、政府としての取り組みとして、評価したいところはございます。それは集団的自衛権について、政府の憲法解釈を見直すということが分科会の分科会ですか、フロンティアという会のですね、委員会でしょうか、ここで、レポートが出てきたということですが、社会保障の後は安全保障に命をかけて取り組むおつもりなんでしょうか。総理。野田内閣総理大臣。国家戦略会議のもとにですね、フロンティア分科会という会議を作りました。でそのフロンティア分科会において4つの部会があります。これ英知と繁栄と幸福と平和、その4つの部会で2050年、中長期を睨んだ日本のビジョンを考えてほしいということで、多少やんちゃな議論でもいいから提言を出してほしいということで、今回取りまとめがございました。その中の平和部会のところに、今委員からご指摘があった集団的自衛権の解釈についての見直しの提言もございました。さまざまないろんなご提言がございますけれども、そういう提言も踏まえながら政府内での議論も詰めていきたいというふうに考えております。小池さん。私はですね、社会保障のと税の一体感覚、先ほどから処分が甘い、そして命をかけると言っていたのにと、このように申し上げているわけでございますけれども、またある意味で、この法案そのものはですね、自民党案の丸呑みということを表現される方もおられます。私はむしろ安全保障の案を丸呑みしてほしいと。ましてや憲法改正草案もちゃんと準備いたしておりますので、いっそのことを丸呑みするということも、我が国が有しているエネルギー、そして時間ということを考えたら、いっそのこと早いんじゃないですか。どうですか、総理。野田内閣総理大臣。
まあ、率直に各党のいろんな考えがあってその意見交換をする場ができてまいりました。去年の大震災以降震災関連でそこで合意形成できるようになりましたし、今回もご議論いただいた一体改革についてもそうであります。まあ、お互いが危機感を持って国益を考えて将来の日本を考えて譲るところは譲ることによって合意形成ができてきていることは私は政治の大きな前進だと思いますし、そのことによってこれまで先延ばしてきたテーマが結論を出せるようにすることはこれは国民にとってもプラスだと思います。ただ私どもはそれをだから自民党の案を丸呑みして云々という意識はありません。我々も寄って立つ政策がありますし積み重ねの議論があります。その折り合いのところを探しながら政治を前進させるということが大事であって、私はさまざまなテーマ憲法も含めてそういう姿勢で臨んでいくべきではないかと思います。小池さん、安全保障の案があったと私どもは承知をいたしておりません。民主党の方はよく言うんですけど、うちは議論ばっかりしてるんだという話でございます。やはり結論を出すというのはまず政府の与党が出すということが本来である。今回の社会保障の案だってですね、結局私どもの案が丸呑みの形になって、そして採決を拒否する、採決を遅らせるというその努力をするのが野党ならぬ与党だったわけで、政府どっちが与党でどっちが野党なのかさっぱりわからないですよ。与党がね、審議拒否をするみたいなそんな瞬間を何度あったでしょうか。私は先ほど冒頭からですね、処分が甘すぎる、ガバナンスがないんじゃないか、お宅の政党、そんなところとの審議がこれからも継続はできるかどうか非常に疑問だということで、午前中の質疑からそのようなことを申し上げてきたわけでございます。私どもはこの安全保障についてはですね、先ほど申し上げたように社会保障っていうのはこれは国内の問題、しかし安全保障っていうのはこれは国家の主権の問題であって、これが守られないで年金いくら、そして医療はどうというようなことはですね、まさかの時はそれはむしろ後回しになってしまうと、それぐらいの覚悟を持ってこの安全保障には真剣に取り組んでいかなければならないとこのように思います。さて改めてその処分の問題について申し上げますけれども、これも明確な今日お出しになるんでしょ、結論をこのように聞いております。今日のこの処分の内容を見させていただいて、その上でこれからの審議のあり方っていうのを私どもは考えざるを得ない。そもそもですね、3年前にですねマニフェストに期待を寄せて308名もの民主党の議員が当選したわけですね。それが今や2割が減って250名であります。もはや国民が選んだという民主党の存在すら疑われるような事態となっているわけでございまして、国民はですね、このような事態はそもそも想定もしていなかった。私は今こそ国民に信を問うべきではないかこのように思いますし、先ほど国民は3つの声があるとおっしゃいました。分析をされました。直接聞いてみようじゃないですか。ここであなたが分析をしているよりはこの声をですね、直接聞いてみようじゃありませんか。その方が私は日本に残されている時間を無駄にしないで済むと、このことを申し上げたい。いかがですか。野田内閣総理大臣。国民の皆様の声を踏まえて先ほどですね、まあ、特に3つのことを申し上げさせていただきましたけれども、それはこれまでも対話集会等も通じまして、またこれからもそういう国民のさまざまな声というものに耳を傾けていきながらご理解が進むように努力をしていきたいというふうに思います。小池君。しかしこれだけですね、約束ごとが破綻をしてきているわけであります。それをこの1年間任期までの間修正修正修正を重ねていくと、そういうおつもりなんでしょうか。
そして自分がやりたいことをいくつかやっていくということなんでしょうか。私はね、時間軸っていうのは極めて重要なんですよね、この国にとりまして。特に我が国に、世界における情勢は、これはいつ何時何が起こるかわからないという状況。東アジアにおいては、むしろ民主党政権が生まれたことによって、本来起こるべきでないような事態も数々、先ほどから使っておられる様々なことが起こっているではありませんか。こんなチャンスを他国に与えてどうするんですか。そしてまた外交問題、先ほども申し上げましたように、一つ一つの言葉の使い方によって相手に隙を見せてしまう、誤った考えを抱かせてしまう、そんなこともですね、政権交代をして、そして3年は経つわけでありますけれども、これらもですね、いろいろ爆発も踏まなければならないことは確かであります。しかしながら、私はこの3年間にわたってですね、国益がどれほど失われたかということを大変危惧をしているわけでございます。この失われた国益、既存した国益、これはあたかも民主党の皆さん、松下政経塾の方が多いわけでありますけれども、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの場ではないんですよ、永田町は。それに対して日本国がですね、授業料として各国に払っているようなものであります。これ以上時間を無駄にすることはできません。だからこそ私は国民に信を問えということを改めて申し上げますが、いかがでしょうか。総理、野田内閣総理大臣。社会保障はですね、これはその政権が変わるたびに変えてはいけない、国民生活に直結した、しかも中長期にですね、制度設計を考えていくものであります。したがってこれはお互いに胸襟を開いて合意をする、今回は非常に大きな前進があったと思います。安全保障もこれも政権が変わるたびにですね、その基本的な方向性が180度変わるようなことがあっては、これは国際社会で信用はされないと思います。そのことを私どもを踏まえまして、だから今特に日米同盟大事でありますけれども、2プラス2の議論というのは本音の議論をして、そして折り合ったわけでございます。安全保障についてもしっかりと責任のある対応というものをこれからもやっていきたいと思います。その上で、また解散しろというお話がございましたけれども、これは何度も申し上げます通り、一体改革のみならず、やらなければいけないことをしっかりやり抜いた暁に、国民の皆様の信を問いたいと考えています。小池さん。我が国の持続ある持続可能な社会づくりのために、そして納税者の方々が納得いただけるような、そのような社会づくりのためにということを基本的な考えのもとに3党で合意をいたしました。先ほども申し上げましたように、被災地を抱える議員、この3党合意に従って自民党の議員は活動をしました、行動をいたしました。それに反して反対した議員は今もぬくぬくと民主党の中にいて、そして被災地においては私は反対をしたんだということでヒーローになっているという現状。今日の夕方のこの、あなたもそうですか、はい、処分の行方をしっかりと見守っていきたいと思います。私たちは三党合意には当然合意をしているわけではございますが、我々にも限界があるということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。これにて谷垣君、小池君、小池さんの質疑は終了。